ウィリアム・ヘンリー・ゲイツ2世は、アメリカ合衆国の元弁護士で、事前家である。マイクロソフトの共同創業者ビル、ゲイツの父親であり、一般には、ビル・ゲイツ・シニアと呼ばれていた。3代続けて、ウィリアム・ヘンリー・ゲイツという名前を使用しており、彼が、現役の時には、ウィリアム・ゲイツ・ジュニアとも呼ばれていた。その後、子供のビル・ゲイツの方が、世界的に有名になったため、 ウィリアム・ヘンリー・ゲイツ・シニア、もしくはビル・ゲイツ・シニアと呼ばれるようになった。青年時代、第二次世界大戦中にアメリカ陸軍に3年間従軍した。戦後、福音兵援護法の下でワシントン大学に通い、1949年に学士号、1950年に法学博士号を取得した。1964年にシドラーキング法律事務所を 共同設立し、後に、プレストン・ゲイツエリス法律事務所となり、約30年間以上勤務していた。現在は、合併により、K、K&L ・ゲイツ法律事務所となったが、この事務所には所属することはなかった。シアトル・キング郡弁護士会とワシントン州弁護士会の会長を務めた時期もある。また、グレーター・シアトル商工会議所、キング郡、ユナイテッド・ウェイ、 全米家族計画連盟などアメリカ北西部の数多くの組織の理事を務めた。1995年にはワシントン州におけるテクノロジーを利用した雇用の拡大を目的としたテクノロジーアライアンスを設立した。1998年に PGE を退職後、ワシントン大学理事会の理事を15年間務め、息子夫妻が設立したビル メリンダ・ゲイツ財団の共同理事長、2003年からは、総合小売業のコストコの取締役、パシフィック・ヘルス・サミットの創設共同議長を兼ねて、務めた。90の節目を迎えても活動は続け、世界正義プロジェクトの名誉議長を務めた。このプロジェクトは、機械と公平性のあるコミュニティの発展のために、法の支配を強化するための世界的、 学際的な取り組みを推進する活動を行っている。1951年にワシントン大学で出会ったメアリー・マクスウェルと結婚した。二人の間にはクリスティ、ビル、リビーの三人の子供に恵まれたが、メアリーとは1994年に死別してしまう。1996年にシアトル美術館館長のミミガードナーと再婚した。スポーツにも興味を示しており、 生涯にわたって、ワシントン大学のフットボールチーム、ワシントンハスキーズのサポーターを務めている。2018年、アルツハイマー病を患っていることが明らかになった。2020年9月14日、ワシントン州のフットウンダカハンの自宅で94歳で死去した。息子のビル・ゲイツは、彼の知恵、寛大さ、共感、謙虚さは、世界中の人々に、 大きな影響を与えたと述べた。ありがとうございます。